おはようございます。おはようございます。昨日1000円で買ったトレーナー、これ買ってよかった、気持ちいい。マリーちゃんいらっしゃい、おやじいらっしゃい。これで、ね、裏キモがね、アリクちゃんらしい。裏キモがね、あの、モコモコしてて、買ってよかった。これや、今日がですね、もう各国配信最後かな。明日帰るから。ラスト配信かな。興味ないよ、私が日本に帰ったらもうね、興味ないよ。この顔で帰るんだけど、なんかやつらちゃんがね、飛行機で揉めたらしいよ。整形してるから手続きがちょっと。早く日本で帰ってきて、ありがとう。初恋ハラボー、ちょ、あのね、ちゃんと成功してると思うよ。ザッキーさんいらっしゃい。あ、そう、整形証明書もいるんだけど、整形証明書をナズナちゃんも飛行空港持ってってのも、なんかいろいろ手続き書かされたらしいよ。靴下ありがとうございます。ありがとう。昨日ジャックポット引いちゃったありがとうございます。あ、そんなさ、朝から叩いてさ、楽しい？くだらなくない？ね、朝からさ、今何時よ。だって、わざわざ見に来てさ、でツイキャス行ったらツイキャスをさ、あの、つ、あの何、登録してまた叩きに来てさ、どんだけ好きなんだろうね、私のことね。大好きだよね。わかるんだよ。あ、これふわっちのアンチだなっていう。で、私ツイキャスのさ、あの新規の人に守ってもらって、複雑だったけど鼻を元に戻したんだけど、なんかアメリカ人の軟骨が入ってるらしい。そう、怖かったんですよ、正直。ほっぺゆかちになってきたね。あ、ありがとうございます。あ、確かに腫れ引いてきてるね。そう、アメリカ人の、さっきあのフミヤのとこにいたでしょ。私もちょっと潜ってた(笑)いや、まだちょいっていうか、今日だって腹いじって2日目、普通にピークだよ。ピークに腫れてる。でも鼻が腫れてるから顔周りも普通に腫れてるよ。なんか
ぺマジでいい感じ。いや多分今腫れてるからもっとしぼむよ。でちょっとシャワー禁止なんです1週間。顔洗えないし顔が濡れたら危ないから各国の美容院でシャンプーしてもらってお風呂入れないんですよ。顔体だけ洗って拭き取りシートしたけど危ないけどしょうがない、ね、あ、血はね、出なくなったの。マジ痛かったな。この中の綿をね、入れ替えてもらったんだけどマジで痛かった。ここまで入ってる。ボタンも取ってもらった。あのボタンに関してはマジで、あ、なんか洗える、あざになってる。鼻先が、鼻先にさ入れたからあざになってんだろうね。てか、あ、え、大丈夫かな、鼻先ってあざになるの。これあざだよね、エシじゃないよね。エシしないよね。なんか中国人でいたじゃん、女優で鼻いじってさ真っ黒になっちゃったの、エシして。中国人の女優ね、めちゃくちゃ綺麗な人。内出血だといいんだけど、いや鼻先なんてやったことないから、こんな色になるのかな。あ、そう、ナビちゃんはなったんだ。じゃあ、え、タツナちゃんなんか青くなってるけど大丈夫かな、大丈夫かな、タツナちゃん。怖い、やめて、タツナちゃんに言われると怖くなっちゃう。結局あの50万をさ払えって言われたこと件、1時間揉めて、なんか謎に2万5000円になって2万5000円払って和解しました。50万をじゃなくて25万を、謎のプライスダウン、上の人呼んでくださいって言った瞬間に1時間もめてたのか、じゃあ2万5000円で。多分あの通訳の人があの何、うちら対マンで話を収めたかったんだろうね。なんか上の人にもめたってあのバレたくなかったんじゃない。でもこれまたプラス何時間って話すのめんどくさかったから。
もうそれでいいかなって。うん。あ、マンツーマンか。囲いってバカだよね。お前ブロックしてやろう。維持したら肌なくなるんじゃない？でもそういう失敗例聞いたことないから、そこの病院の うまいと思うんですよ。アメリカ人かわかんないけど、なんかその軟骨の提供軌道なんやね、軟骨のをなんかすごい、なんて S ランクはアメリカ産なんだって。じゃあそのアメリカ産のちゃんといいランクの軟骨をうちは使ってますからって。って言われた。でも分かんないよね。だって私さ、自分の軟骨を入れたわけ、ここに。そしたらその軟骨がさ、ひび入ってたんだって。だから結局さ、自分の軟骨でもそうなってしまうって。なんか別に自分の軟骨が正解じゃないかもよ。ひび入ってたの、前の軟骨で。なんか浮き上がってたんだって、ここで。まあ、でもこういうメスはね、これで最後だから、もうなんか気が済んだ。大変だね、綺麗になるのって。飛行機乗ってこんな顔になってさ、お金払って痛い思いして1週間辛いしさ、綺麗になるって。整形もさ、あの努力だよ、マジで。楽してるって思うしよ、努力だよね。しかも失敗するかもしれないリスクもあるし。結局だから日本で半年前やって失敗してさ、過去来てよかったよ。ぼったくられたこともあったけど、不安定になったりとか。でさ、ヨンドンの美容院がさ、どこにあるか分かんない。歩いて旅して探す。あつなちゃんも頑張ったね、うちら。前のが大掛かりだけど、あい、釣りコンプレックス、あい、釣り目かな、気にしたことね。ヨンドン美容院でちょっと調べるか。予約しなくてもいけるしよ、シャンプーだけだよ。韓国クオリティだよ。ヤンドの中に多分あると思うんだよね。あら、そう、頭洗いたいだけだからさ。でもどうしよっかな、私日本帰ってさ、どうしよう頭ね、嫌なんだよね。日本でこ、あの韓国だとさ、こういう顔で歩いても全然誰も見ないけど、日本だと変な目で見られるもんね。今日は韓国のとこで行くけど、
でマジでよかったね、あの手術した当日帰んなくてマジでよかった。ちょっとすっきりしたもん、あの血も抜いてもらって注射で。マジで痛かったんだよ。ここに注射刺すじゃん、こっから絞ったのギュッギュッて、でこうやってギュッて抜いてさ、いっぱい血取ったんだよ。マジで痛かった、それが。あと腫れの注射もめっちゃ血が出た、溜まってたんだって。で私なんでかなって思ったら、薬飲むの忘れてた、あの飲まないといけない薬飲むの忘れててさ、ちゃんと飲まないと、うん、ぼーっとしててね。これは飲んでたんだけど、これの存在知らなくて、これ飲んでなかったんだよ。これはよくわかんない、ちゃんと飲まないと。今日はタッカンマリまた食べて、ナスラちゃんと行った。タクシーゲーって俺タクシーゲーじゃないんだけど、ぼったくられること言ってんの。あー、私さ全部ね計算したの金、そしたらね115万ぐらい使ってる。今からでも絶対ローキー、うん、薬飲んだちゃんと1日3回のね。じゃあお外行けるか、美容院探して高まり食べて。お金ないです。よかったらのクリスマスイベント応援してください。どう？これいいね、耳がさ隠れて耳が痛くなくて。これ4000円で買っちゃったけどどう思う？4000円で高かったかな。3000円だったろうね、2000円は多分無理でも3000円だったね多分。いやいいんだよ、あのそうじゃなくて、これあったかくてさ中がさ、あの暖かい、とにかく暖かくていいなって。ちゃんとおんくれおんくれ、あっしゃみ、1000円にだ、4000円にだ。韓国クオリティ。なんか、かわいそうな子供みたい。かわいそうな子供みたい。顔が
あれさ、韓国のシャンプーっていくらぐらいでかな。ダウンも買ったよ。ダウン見たい？ダウン見したいよ。3000万も、1000円とかじゃないの、シャンプー。高すぎでしょ。シャンプーだけだよ。シャンプーで1000円とか、5000円とかじゃないでしょ。これ夏菜ちゃんに見せたんだけど、これ最新のデザインらしいよ。これ最先端だって。で、今このワッペンがでかいのが流行ってるらしい。これ最先端。これが かわいいらしい。大きいワッペンで帽子もついてる。マジでかわいそうな顔してるわ。これ15,000円。さすがにちょっと寒いからこれ着れない。これは多分11月とかさ、2月3月とかに着たらいいよ。あとはなんかガチではいけないよね。ガチでおしゃれした時は着れない。ほんとパジャマでコンビニ行くとかさ、友達どうでもいい、どうでもいいっつうか、男じゃない、女と遊ぶ時とかね、すっぴんでそういう時とかでいいじゃない。でもさ、別に可愛くない、ブサイクじゃないよね。まゆちゃん好き、サンタくんクリスマスありがとう。ありがとうございます。可愛い方からありがとう。綺麗な方仲良くしてください。可愛いでしょ。3万5000円か1万5000円だからね。それ相当すごいよって言われた。まゆちゃんそれすごいことだよって。ニューベイビーにも言われた。ニューベイビーさん1万5000円は安いよ。私だから結構できるの上手なんだと思う。これ韓国に帰ったら恥ずかしいかな、日本に帰ったら恥ずかしいかな。韓国クオリティかな。やっぱ今見てると可愛いと思うけど、はい、じゃあ美容院探すか。なんかびっくりねえねえ、ネットフィリックスさっき見てたの。そしたらさ、ネットフィリックスさ、ジブリ見まくれるんだけど。ネットフィリックス、
なんでほら、これネットフィリックス見まくれる。なんでだろうね、ネットフィリックス見てた。さっきあ、靴下ありがとう、ありがとうね。え、喋りづらいだけ。そうだ、金がね、あったんだよね。金がどこ行った？絵があったんだよ、金。あ、あった。あれ？どっかに賄賂ね、ウォンが隠れてったよね。してくれないの。なんで誰もやってくれないわけ。名前言ってないし。ありがとうございます。ちょっと待って、私さ、金あったんだけど、ちょっと、ウォンカね、あるはずなんだよ、まだ。ポケットに。待って、500円と円で払っちゃいたい、ウォンで払っちゃいたいんだよね。もう使い切んなきゃ、明日帰るから。あ、1,2,3,4,5、あ、1000円あるでしょ。で、まだ金があるんだよ、どっかに。あ、あった。200円。1,200円か。1200円で美容室行けるかな。クレカあるけど、もうウォンをさ使いたいんだよ全部。マスク
苦しい。ね、シャンプーだったら1000円でいけちゃうよね。で、あと私整形したじゃん、タックスリファンドも返ってくるから、5万円ぐらいお金返ってくるかも。7万円ぐらい、5万円ぐらいかな。うち5万もらった。マジか。でもさ、円じゃなくてウォンで帰ってくるじゃん。だから次の韓国旅行でもう換金しないでそれだけで暮らして韓国行ってみようかな。もう整形金使う。円でもらえたの？マジ？めっちゃいいね。マジか。ラッキーだね。そう、今まではウォンとかだったから、へえ、そうなんだね。なんかもう眉の原型なくね。北朝鮮またミサイル飛ばした？それ本当なの？なんか競馬とかにいそう。わかる？これでもだいぶ楽になったけどね。でもマジで寝た気がしない。口で息して、あ、じいちゃんはおはやし。あ、わかる。脱北した子供みたいだね。でも手慣れてるでしょ、私韓国。馴染んでるもんね。なんかハニーなんか幸せみたいだ今。常におやつもらって、韓国めっちゃ行ってる。何十回も行ってる。腹と脂肪注入と、あと目の下に涙袋をね入れちゃった。だから全部で、あら、飛行機とかホテルとか、あの食費とかタクシー全部含めて115万円くらい使っちゃった。でももうこんな使うことはないで。正義お疲れ様、ありがとうリース。あ、ありがとうございます。
落ち着くの1ヶ月ぐらいだから本当嫌だな。あのクルちゃんとあと女子会忘年会、私ブスだからね、嫌ですね。それがよいしょ、もういいよ嘘でも本当でも何でもいいくらい。おかん喜んでたよ、めっちゃ若返ってんじゃんとか言って超いいじゃんって。他人としょ、私も衝撃だった、やんだけど罰取ってみたらさ結構調子よくて、おかんもね整形好きだからさ、おかん整形してるよ。超いいな、私もやりたいとか言って。でさ、うちのおかんがマジで原型なくてさ、なんか私お父さん似なのね、でうち長女もお父さん似なんだけど真ん中だけちょっと様子おかしくてさ、でおかんが整形してんのおとん知らなかったから、お前他の男との子供だろって揉めてたぐらい原型がないっすね。うちのおとんはイケメンだよ。まあほら昔ってさ、今はもう流行あれだけど、昔はなんか整形とかってさ、なんかあー寒い、あーこれいいわ指が。持ってない手袋なんかなくしちゃった、どこ行ったんだろう。お腹空いたから美容どうしようかな、どっち先行こうかな、雪全然積もってない。なんていうんだろう、でもマイナス1度とかじゃん。あのね、夜中寒い、マジでマイナス2桁。あ、やばい。ソウルマイナス9度、いやマジか、今マイナス9度だって、いやマジで寒いよ、次元じゃない。日本帰ったらあったかいんだろう。美容室をちょっと探してご飯食べよう。もう着いた。あ、大丈夫でした。PCR 検査行って陰性でした。2連チャン行って。
な頑張ったんだから綺麗にならないと。マジ寒いわ、手が寒い。そうだね、これさ夏だったらマジで考えられない。こんなんかベトベトになっちゃうんだよ。1週間このテープ剥がしちゃいけないからさ。もういいよ、カヤックさんはもう。カヤックつないし、薬局つないし。私さ、あった、なんか あったよ、もう美容室が。これ美容室かな。この黄色い看板、ヘアって書いてあるよ。これ違うかな。ヘアってハサミが書いてあるけど、違うかな。あー違うかもね。あ、エクステか。どっかないか。落ち着いてからって、だから頭洗えないんだって自分で。洗えないから洗ってもらいたいの。あ、ここで買いました。いるかなあの人。あの人いるかな。あ、こんにちは。おお、ありがとうございます。この前買った。うん、ああ、知ってる。知ってる？何、これ、うん。あ、で、あのさ、うん。なんか冷たい。예전에봤는데지금안사고갔어요돈이없다고다시왔는데그러니까뭐라고그래그네久しぶり見てもいい？아뭐주로네設計したんだけどどう？前のもっと可愛い。え？前よりも可愛い？前のもっと可愛い。あ、前の方が可愛かった？でも今ダウンタイムだからさ、なんか冷たくない？なんか優しかったじゃん前の方が。はい。これ買ったんだよね。ね、あのせん。すごい態度変わるじゃん。はい、こちらへどうぞ。あ、白も可愛かったな。何？前もっと可愛いって言ってくれたのに。あらっさー、この人に聞こう、美容室。あらっさー、全然全然よかったら、あのさ、近くにさ美容室ない？探してて、ずっと美容室？頭洗いたいの。頭、うん、うん、ここありますよ。ある？うん、シャンプーしたい。私が教えてあげます。教えてほしい。うん、あーですね。ユーチューバーです、ユーチューバー。あ、ユーチューバー。あ、映してないよ。見たくない。あ、よかった、教えてくれそう。一
北海だろ。あ、ウエストポップ？ここ北？ないの？なくなっちゃった。可愛いディオールバッグ。これ本物？これ本物だって。本物と同じよ。可愛い。本物と同じなの。ないの？何が？これ見てよ。うん。ありますよ。全部ありますよ。全部あります。昨日見たやつがないんだって。全部あります。ね、シャンプーさ、1000円ぐらいでしょ、兄さん。ん？シャンプー1000円ぐらい？ああ、そうそう。あの下にいたらね、授業員に来てみたら前。うん。ああ下の授業員に聞けばいいの？そうそう。ああ、だったらピューシチュー、うん、教えて。前ありますよ。なんか冷たいじゃん。あ、いえいえ。まあ教えて、絶対送ってくれたのに。あ、私、あ、私が今手がして、うん、ちょっとやってるんですよ。さよなら。うん、はい。韓国はマジでね、顔なんだよ。全然冷たいんだよ、ブスには。あんなに優しくしてくれたの。え、従業員いないんだけど。あ、すみません、なんか私ここでかあの昨日ジャンパー買ったんですけど、うん、なんか今シャンプーできる美容室探してて。何シャンプー？シャンプー今整形してるからシャンプーだけしたくて。シャンプーだけ？ああ、でなんか下の人に教えてもらってて。シャンプーだけ。これとドテマツのあるから。ドテマツのシャンプーあるですよ。ドテマツ。ドテマスーパーマーケットシャンプーだけもいろいろあるから。シャンプーしてもらった美容室。美容院これ今今日休みか美容院かって。え、シャンプーしてもらいたいんだよ。シャンプーして買おう。シャンプーしてもらいたい。シャンプーを買うんじゃなくて、うん、シャンプーしてほしい。あー、わかんないから。わかんない。うん、なんか上の人が、うん、下の人に一回ちょっと待ってよ。ちょっと待ってごめんね。うん。え、あ、映してないよ。あ、あ、여기、あ、여기美容室よ、문에요。あ、シャンプー、あ、알겠습니다。문에요。あ、こっち、あ、ごめんね。オッケー。あ、私わかんない。これ、シャンプーだっけ。あ、シャンプーだっけ。優しいね。だって安い。安い？聞いて。シャンプーハウマッチって聞いて。シャンプーマン。あー、2500円。2500円。どう2500円。高いね。1000円くらいかと思った。え、カメラ大きい？カメラの No?、うん、あ、じゃあダメだ。ごめんなさい。ソーリー。すみません。え、ここしかないの？お兄さん、ここってなんでカメラダメなの？え、嘘。こっち。あ、2500円。高いよ。あ、今どんどん高いですよ。そうなんだ。どんどんシャンプーだけから今だ。少し私2万5000円高いもので。
明洞は高いです本当に。そっか、東大門にもあるから。東大門でいっぱいあるよ。東大門でヘアショップでシャンプーだけいっぱいありますよ。あ、そうなんだ、じゃあ東大門行ってこようかな。東大門はこう電車ある。もうランナーのマジで。じゃあどのベンダーベンダーのトンデムンで行きたかったの。どっちみち高まりがトンデムンだからそれはいいんだよ。あのトンデムンまで300円とか400円ぐらい。でどっちみち行く予定だったよ、トンデムン。だからそれは全然 OK。 電波悪い？もうなんだよマジで。あー外部行く？じゃあ外部行きます。大丈夫ですか最後あのクリスマスのあのイベントアイテムは。皆さんもう大丈夫ですか。あの外部行きますね。ちょっと外部来てくれるかな。